今回はただ妖怪が見えるだけの高校生夏目隆を楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。ただ妖怪が見えるだけです、信じてください。巨人癖は立派な病気だよね。お前高校生にもなってまだそんなこと言ってんのかよ。おい、なんだその殴られた妖怪の山は。何の努力もない才能だけで専門家たちをしのぐな。専門家たちが妖怪退治を生業にした代償なのか、日に日にその力が弱くなっていくのが描写される中で、妖怪と寄り添おうとした夏目たちの力の高さが目立つのは何の因果なのか。大曽の細腕から繰り出されるパンチは何だ、言ってみろ。めちゃくちゃ綺麗な絵が見えてそう。赤系の色が見える、まあまあ強い。絵が見える、めっちゃ強い。だっけか。確か普通の人には無地の白で揚力霊力が強いとだんだん赤が濃くなって、的場とか夏目には大輪の花のような豪華な絵が見えるだったはず。未だに聞くよ、あの死タイムマシン。レイコさんはもっと化け物という事実。この普通のパンチで妖怪を沈める高校生は、払い赤がスカウト来るやつがただの高校生は通勤を。記憶の中で見ただけの術をその場で再現します。大抵の妖怪はボコれます。大型の妖怪でもパンチで KO します。妖怪の拘束とかも力技で振り切ります。専門家の式神もワンパンします。今日初めて使った封印術だけど専門家でも簡単に解除できません。お前払い屋が天職だよ。クソ今日もやし、しかしタイマシノブくらい絡めてみよらい。自力は間違いなく高いんだけど、あくまでも普通の高校生なので大人の手口には弱いよね。そんな方面に力入れてっから払い屋として純度下がるんじゃねえかね。友人帳の術もさることながら、滝が使っていた妖怪を見れる陣も払い屋たちの中ではロストテクノロジーになってるのが後に判明するのが立ちが悪い。にゃんこ先生クラスすら封印されてるし、同等クラスがゴロゴロいるし、あの地域は孤独でもやってたのかな。払い屋たちが弱体化してることが描写されているので、個人的には妖怪退治を金儲けなどに使い始めた払い屋界隈の動向を危険視した良識派の人たちが田舎に引っ込んでいろいろな術を封印したと思ってる。あの世界、妖怪は見えないのになんか雑に妖怪倒せる上に神レベルの何かがついてる、一般通過住職とかいるかが。あの人は清廉潔白で真面目なだけでしょ多分。震え声。被害者なんだけど捨て頃で妖怪に反撃するな。やろうと思えば名取から教わった技即興でできるやつ。もやしパンチは払い屋が祝祀や儀式で強化した道具で放つ一撃と同等レベルぐらいありそう。作中の払い屋はかなりの実力者とおぼしき人すら式や術使うのが基本っぽいしね。もやしパンチ及び玲子さんが明らかに異常存在と考えて良さそう。最上位払い屋に撤回を物理は大体あれで解決できるし、友人帳で無双できるし、身体能力底上げ性格が S ればレイコモードできるだろ多分。随分強い妖怪と契約してますね。契約はしてません。嘘つけ。少女漫画なのに夏目に恋してるようは冗談めかしていいよってる日の絵ぐらいしかいないよね。漫画だと速攻転校した笹田が、アニメだと転校せずツンデレヒロインみたいになってて笑った。委員長は夏目と陽の優しいところに一瞬触れて去っていくところが好きだったので、アニメで残留してるの許せんけど、声がみゆきちさんだから許した。少女漫画だけど恋愛関連やらないな。夏目自身はモテる描写あるけど。ただの友人たちです。友人帳が危険視されてはいるけど、日の絵とミサ災害は友人帳とは別枠のなんかやべえやっこ。特に左のちょびひげ。こいつらに術師としての知識やそれに対抗するための知識あれば誰も手をつけられなくなるんじゃないかな。もう日の絵がそんな感じだけど。ちょびひげこの顔で大物なの笑うわ。この中で友人帳に名前書いてあんの二人だけ。こいつらが百鬼夜行しながら帰ってる絵が好き。夏目にとってはただの友人なんだけど、見える人にとっては恐ろしい光景のやつ。的場の善良を集めても勝てるか危ういという。下っ端面してる中級たちが文字通り田沼父の上目の一派から逃げられる程度に中級だからな。子はこん中で誰が一番強いの？猫先生多分。ちょびひげアニメしか見てないけど、猫先生滋賀にも欠けてない感じがする。日の絵と三四のは猫先生にも割と対等な感じ。
日本の竜だもんな、そりゃ護衛よな。初見じゃかませにしか見えねえよ。待って、友人帳よく知らんのだが、このちょびひげ日本の竜脈の化身なのを、後ろのでかいのではなく。後ろのでかいのはただの沼の斧だよ。ただの沼の主先生が力を封じられた時に代わりの用心棒として抜擢された妖怪。村人が生贄として沼に放り込まれた馬を取り込んだことで土地神的な何かになってる可能性。西野が力を得たあたりから双子沼の相方が弱り出したけど、あれって神聖でバランスが崩れたことで水脈とか霊脈が西野側に偏り出したせいなんじゃ。にゃんこ先生矢印説明不要。真の姿はまだらという熊取り持ちの巨大な白木山犬。日の絵矢印霊光より夏目大好きだが、普通に術の知識が深く頼りになる。西の矢印その巨大さからわかる通り強力なあやかしで夏目に興味を持ち合えて名は返さず協力する。古くからの競い相手がいたりといったよう縄張りに剣足にカエルがいるなど手広い。実は竜馬の姿は過去に人が生贄に沼に沈めたもの。ちょびひげ矢印何かとにゃんこ先生を小馬鹿にするが、実際は輝く白竜と本当に高貴な存在。中級たち矢印一つ目とゴズ出た沼の親父さんが退治しそうになったのを夏目に助けてもらおうとした縁、犬の会を結成し夏目に協力的だが中級行っても知能があることから払い屋からすれば上積みな模様。ベニミネ矢印にゃんこ先生の知り合いで様付けする数少ない相手、人を何とも思わないが主を助けてもらった縁から夏目には好意的で夏目が継承で呼ぶ相手。カッパ矢印カッパ、火球のようでたびたびお皿が乾いたところを夏目に水かけて助けられる。正直やべえメンツ、特にこいつらとにゃんこ先生とかの上位陣は的場でも相手するのに手こずりそう。圧勝キツネは一番可愛いと思います。名取が先に会うか的場が先に会うか、どっちにしろ夏目は曇る。こぎつねも可愛いけど夜の中だとツバメが一番可愛いんだよな。この世界の妖怪って人間と大して変わらない見た目しているのもいるから質悪い。下手にいじめると最悪山の神様とか降りてきちゃうからね。左のちょびひげマジで高貴だからな。まさか空を優雅に舞う竜だったとは。この李白の目をもってしても。なんで日野江さんは人並みどころか下手な人をしのぐ知能もあって払い屋の術への知見もあるんすかね。ひょっとして夏目が住んでる田舎って魔境なのか。あまりにもいろんな妖怪が通っていくし、霊的な通行路、というか四つ辻、五つ辻のような場所なんじゃないかと思ってる。まあ七辻屋も近くにあるからな。そういえば、ってことは、あの土地マジで霊的要衝なんじゃねえの。未だににゃんこ先生以外に現れないあやかしを追い払うことができるあの光。にゃんこ先生って一体何者なんだよ。絶対どっかの竜神崩れとかだろ。獣神崩れというか、現在進行型で獣神というか。リオンがあの光やってた気がすると近見クラス？ヒョロヒョロもやしから放たれる激強パンチ、